スペインの国章プルスウルトラは、スペインの国の標語で、カルロス一世の個人的なモットーから採用された。グラナダにおける、カール五世の宮殿の著者アール・ローゼンタールはこの、モットーの起源を研究した。モットーは、ヘルクレスの柱と密接に結びつけられた。それは、ローマ神話によると、ジブラルタル海峡の近くに、ヘルクレスによって建てられたもので、 当時知られていた世界の果てを示している。神話によれば、その柱は、ネクプルスウルトラ、または、ノンプルスウルトラという警告を発して、船員たち、探検家たちがそれ以上進まないための警告として、役立っていた。セビーラ市役所に見られる、プラスウルトラのもっと若きヒノカルロス一世は、彼の G で、個人的な相談役のルイージ・マルリアーノの提案で、 プルスウルトラをモットーとして採用したと考えられている。このアイデアは彼に古代の警告を無視しリスクをとってさらに前進することを奨励した。カルロス一世はフランドルのガンで生まれたため結果としてこのモットーはその地域でも使用されている。そしてカルロス一世はヨーロッパの様々な地域と世界中の植民地を 支配したため、民族を超えて使われるフレーズとして解釈されてきた。このモットーは、1500年代初頭に、カルロス一世がカスティーリャ及びアラゴン王に即位してからスペインで人気を得た。その後、スペインハプスブルク朝のモットーとなり、スペイン銀貨に記された。このモットーは、スペインの探検家たちがヘルクレスの柱を越え、 新世界を目指すことを勇気づけるためにも使われた。今日この名文は、ヘルクレスの柱と共に、スペインの国旗と国章とに記されている。また、第二に共和制の国章にも記された。1926年、ラモン・フランコ、フリオルイス・デアル・ダ・ミケレースを含むスペインの飛行家たちのチームが、ブルース・ルットラと名付けられた飛行艇によって、大西洋横断飛行を成功させた。 1930年には、マドリッドに拠点を置く、サッカークラブ、AD プルスウルトラの設立を見た。チームはやがてレアルマドリードカスティージャに発展した。より近年において、プルスウルトラ旅団は、スペイン、ドミニカ共和国、ニカラグア、ホンジュラス、エルサルバドルのスペイン5県5カ国の兵士たちからなる、舞台で、イラク戦争に貢献した。番主のモットーこのモットーは、 数々の他の団体によって使用されてきた。それは、シンガポールのジュロン・ジュニア・カレッジ、アメリカ合衆国マサチューセッツ州のマルデン、カトリック高等学校、スリランカ最古の現存する、公立学校、ニューステッド・ガールズ・カレッジ、コロンビア海軍などである。そしてフランシス・ベーコンの個人的なモットーでもあった。そのコフランス語系のプラス・ウォルターは、ベルギーの番ュのモットーでもある。 加えて、合衆国空軍士官学校の第十号士官候補生分隊のモットーでもある。堀越公平による漫画、僕のヒーローアカデミアでは、主人公らが通う国立遊泳高等学校の校訓にもなっている。ありがとうございます。